今日だけどロールケーキって言ってましたね。はい、今日はですね、うん、チョコレートのクリームなんですね、うん、チョコレート、はい、ちょっとこうクリーミーで、あ、いいね、あのチョコレートが強くない感じですかね。あの優しいチョコ、誰でも食べられる、ちょっと懐かしいチョコっぽいですね。なんか響きが。まずはロールケーキの生地を作りましょう。じゃあ、あの実は卵白は小さい方、卵黄は大きい方、大きい方、逆と思いますがこれが合ってるんですか、ね、うん、卵白と卵黄を分けてください。ボウルを2つ用意して卵黄と卵白を分けて入れます。でここで、泡立て器でですね、よく混ぜていただいていいですか。ここでこうですね、はい、3分の1のお砂糖が入ります。3分の1、はい、結構強めですか。はい、よく混ぜてくださいね。卵白はハンドミキサーで泡立てメレンゲを作ります。残りのグラニュー糖を入れたら固めに泡立てましょう。こんな感じですかね。でこれをね、埋めた時にこう持ち上げた時にこうピンと、あ、その方が立つ、その方が立つぐらい、ね、これで出来上がりですか、はい、うん、ほぼこのぐらい硬い方がいいですね。硬い方がいいね、はい、卵黄は白っぽくなるまで混ぜれば OK。 混ぜた卵黄のボウルにメレンゲの3分の1の量を加え、よく混ぜます。ちょっと混ぜていただいていいですか。これを早くよく混ぜます。はい、こうした、っていうか、はい、よくバーッ、いい感じです。はい、いい感じです。はい、そしたらそこに小麦粉を入れまして、だすぐできますよ、これ簡単なの。小麦粉で、これをよくさっくりちょっと混ぜていただいて、うん、こんな感じでいいですか。はい、混ぜ方はもうこのぐらいで、あ、よくここで混ぜていただいて、混ぜていただいて、うん、次はさっくりいきますね。しっとり柔らかい生地を作るためのポイントが、最後に加えるメレンゲの混ぜ方です。泡を潰さないようにさっくりと手早く混ぜましょう。こうやってこうやるんですけど、こう潰さないようにカットしていくのか、まあ、こういう風にしてちょっとやってみますか。黄色のところが今分かれてますね、うん、それをなじませて、ここにこれは何ですか。はい、バターと牛乳が混ぜたのを電子レンジでちょっと温めて、うん、溶かしてるんですね。溶かしバターと牛乳、はい、そうです、はい、もうちょっとあんまり混ぜると、あんまり混ぜちゃいけないんだ。そうだから、こういう風にした、こういう感じ、気になって、ほらやりすぎちゃまずいんですね、これじゃ。そうなんですよね。生地を型に入れます。型は厚手のアルミ箔で作り、その型に合わせて内側にオーブン用の紙を敷きます。縁の高さは3センチにしましょう。これ手作りの型なんですね。基本はだいたい 25×30cm ぐらい、こういう道具がお菓子であるんですけど、こう、これをこれで、うん、それで、まあ、もちろんこうやっていくんですけど、うん、でもね、これでやっちゃった方が案外早かったりするので、これこう、お、製菓用のカードで均等に平らにすることで生地の表面がきれいに仕上がります。最初にこうやるときも上だけこうやってやれば薄く、こうやって、こうやってこう壁を塗るぐらい、ここをちょっと薄くやればいいな、グッとやらない。本当にもう、なんだろう、その表面をギリギリ薄いところを走らせるわけですね。それを平らにするだけ。要はまあ均等になってることが大事なのね。はい、そうです。でこれをちょっと、これちょっと空気を抜いておきますね。あ、はい、それでもう焼けば。空気を抜いて。はい、いいです。はい、叩いてますね。あと焼くだけ？はい。180度今設定されてますけど。20分。20分。はい。180度。はい。スタート。
だいたい15分から20分、うん、ただあの電気のメーカーによってのね、うん、かなり違うんですよね。だから15分は最低なんだけど、20分の間だと思って15分から20分の間であろうと、うん、はい、生地を焼いている間にチョコクリーム作りです。まずは生クリームを温めます。チョコレートをね、うん、溶かしたいんですよね。今日はどんなチョコレートなんですか？これはね、ビターチョコレート。ビター別に製菓用とかあんまり気にしてなくて、うんうん、何でもたっぷり入れますね。強火でいいんじゃない？いや、もういいですよ、弱火で溶かしますね、うんうん、生クリームを煮立つ直前まで温めたら火を止めてチョコレートを溶かします。ああ、いいですね、この甘い香り、ね、だいたい目安としては完全に溶けた状態にするんですね。そうですね、そうです、そうです、こんな状態でしょうか、うん、はい、このぐらいも溶けました。はい、溶けたら冷ましておきます。一旦冷ます。で、その間に生クリームを泡立てます、うん、はい、ボウルに残りの生クリームを入れて泡立てます。グラニュー糖を加えたら固めに泡立てましょう。かもしれません。こんな感じでしょ、はいはい、いいですね、はい、いいと思います。はい、はい、チョコレート、チョコレート何入れるんだ、はいはい、美味しそうだね。濃厚でしょうね。濃厚。冷ましたチョコレートを生クリームに加えたら均一になるように混ぜましょう。ここにくるみ入れます。くるみが入る、はい、くるみは細かく切ってあります。懐かしい香りがしますね。昭和なチョコレートケーキね、はい、これでいいと思います。出来上がり、はい、出来上がりです。あとは生地ができるのを待つ。はい、そうです。まあ、美味しそうですね。美味しそうでしょう。じゃあちょっと見てみましょうか。しますか。はい、でちょっとここを刺してみて、つかなければいいですね。いい感じだね、はい、いいと思います。生地が焼き上がりました。粗熱が取れたら生地を取り出してラップをかけて冷ましておきましょう。で、これ丁寧に外していただいて。外れるもんだ。はい、そしてこう広げて、でこれがこうくる。あ、生地を巻くときは焼き目が下になるように置きます。おー、なるほど、はいはいはい、こういうイメージでしょうかね。これを、はい、ここに贅沢に、あ、やってみますか。やってもいいですか、ね、やってくださいよ。これ広げる感じですか。そう、でここだけちょっと開けて、ここ開けとく。ここからここに来ますから巻きますもんね、うん、ロール、はい。まあ、これに関してはあんまり美しいことを問わなくていい美味しさ追求で、はい、味ですね。ここはもう、これもうちょっとここまで、もっといっていいですか、はい、です1センチぐらい結構、はい、いっちゃっていいの、うん、あのこれぐるぐるって巻かないので一回でドンといっちゃう。一回ドン、はい、回ぐるぐる巻きじゃないのね。じゃあそうなんですよ。こんな感じでしょう、はい、いかがでしょう。素晴らしいです。大丈夫ですか。はい、大丈夫です、うん、はい、これね一回転でいっちゃうので、はい、これこう、あ、これ下になんかラップを引いた状態でやるんですね。押しながら、そうですね、これこうくっつける感じですかね。はいはい、で、お、うん、ここがこう重なるように、ドロッとドロッと来ました。出てきてますよ。ああ、いいじゃないですか。これですね、この感じ、はい、そう、それでこれふわふわふわっと下にちょっと置いといていただくと、うん、あのここの結び目のこう最後に合わせたところが落ち着いてくるんですよ、はい、うん、こう開かないで。ああ、いい感じ、もう大丈夫です。はい、それで冷蔵庫で冷やしていただいて、あんまりギュギュやっちゃうとまた中のあれが出ちゃう、はいはいはい、少し冷やしていただいてから切った。ロールケーキ上手に切りますし、もし心配だったらもっともっと冷やしておくと切れます、うん、あ、そうね、もっと固まるっていう、はいはい、固まる、はい、なるということで、これでもう出来上がりです、ね、はい、出来上がりです。あとは冷蔵庫ですね。はい、
切り分けて器に盛ればチョコクリームのロールケーキの出来上がりです。ふわふわの生地にくるみがたっぷり入ったチョコクリーム、誰もが喜ぶ美味しさです。続いてはホロホロホワイトクッキーです。口の中でほろっと溶ける優しい味わいの一口サイズのクッキー、丸く可愛く仕上げるコツに注目です。さあ、二品目になりましたね。はい、またスイーツできました ね。スイーツ、そう、クッキーなんですけど、クッキー、ホロホロホワイトクッキーです。ホロホロホワイトクッキーあっという間にこれできるクッキーなんですね。だから、まあ、お子さんと一緒にやっていただくので、うん、今日は丸くします。丸く、はい、可愛く、はい、でバターは柔らかくしておきますね。まずは、うん、ちょっとこう少しこうの塊でバターをガーッと置いておくんじゃなくて、うん、切っておいた方が早く柔らかくなるので、まあ、そうね、もう作るときは事前に潰しておきたいかな、はい、今入れてるのは、はい、粉糖なんです。この、うん、あのグラニュー糖でもできるんですけど、上白糖でもできるんですけど、そのあのこの粉糖を使うとホロホロっていい感じに、ホロホロになる、はい、効果が出ます、はい、最初ちょっと入れて、はい、でまた足してやるしかないですね、うん、もうね、あまりに簡単でびっくりしちゃいますね。本当ですか。あのね、簡単スイーツはぜひね、覚えたいでしょ。覚えたいですよ。だってこれね、私すっごくプレゼントするのね、うん、っていうのはもうすぐできちゃうから。プレゼントに、それで見た目が可愛らしくて、うん、まあなんとも美味しいお菓子ですよね。あ、そう、うん、ホロホロクッキーの決め手がこの3つ、コーンスターチ、薄力粉、アーモンドパウダーを入れることで口の中でほろっと溶ける口当たりまろやかなクッキーに仕上がるんです。これだけ。あ、だけ、はい、いいですか。あ、一緒に、あ、一緒に入れるの、はい、ここでも、あ、うん、コーンスターチとアーモンドの粉ですよね。これをいいですか、うん、手でこうやる。あ、手でだね。手でまず、はい、いいです。こういう感じですか。そうです。カミさん、このいわゆる粉の組み合わせって何、この組み合わせがいいっていう、そうなんですよ。チョイスでしょ。で、コーンスターチってちょっと食感が出る、うん、で小麦粉だけだったらこうはなんないわけですよね。食感とはどういう食感、なんかちょっとこう柔らかくなるとか、ホロホロっていうのか、なんだろう、こうサクサクでもないんですけど食感があります。で、非常に特徴があります。うん、で食べてみたときに、なるほどね、うん、食感も楽しめるという。そう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 、ね、だから普通のクッキーとはちょっと違う、ちょっと違うと思いますよね。はい、はい、でこれをサクサクと混ぜます。そう、バターが入ってましたからね。さっくり混ぜて、これ混ぜたら終わりです。いいでしょ。混ぜたら終わり。終わり。バターとなじませたら手で生地をまとめます。ギュッと丸めて、うん、4等分にします。4等分、これだね。そうです。はい、こんなもんですかね、はい、こんなようなイメージ、うん、大体1つに対してこの4等分で6個、あんまり大きいと小さいのがこうばらついちゃうと焼き時間変わっちゃうので、うん、まあ、その日の大きさを決めたら同じ大きさの方がいいでしょうね。大体このこれで6個ぐらい、こんな感じですかね。丸め方なんかコツがあるんですか。そうですか、綺麗にしてください。あ、綺麗にしてください、はい、手のひらで可愛く丸めるのがポイント。大きさが違うと焼き上がりに差が出るので、できるだけ同じ大きさにしましょう。さあ、そしてで160度で、あ、もうオーブン、もう焼くだけ、焼くだけ、はい、160度でいきますか。はい、開けます。はい、どうぞ。では160にしといて、入りました。で、はい、そして160、はい、15分から20分の間ぐらいですかね。ホワイトクッキーなんで白く焼くんです。あ、焦げ色がつかないの。あ、焦げ色つけたくないの。ないの、ね、それで160、はい、白いクッキーなので、はい、いうことで。
キーの表面が焦げないようにオーブンは160度、時々焼き加減を確認しながら焼いてくださいね。はい、焼けました。 okay. はい、okay. はい、どうですか？と思います。あ、本当だ ね、 ね、いい感じ、いい感じ、いい感じでしょ、うん、これを冷やさないといけない。ちょっとムラもできましたが、網に乗せて粗熱が取れたら、冷めないうちに最後の仕上げです。そしたらですね、はい、粉糖をつけます。ちょっと冷ましましたね。こういう感じ。あ、ここです。ほら、素敵じゃないですか。いいでしょ。やっぱりあったかいうちじゃないと、そう、冷めちゃうとつきにくいんですよね。くっつかないんですか。でもこのお砂糖の甘さが美味しいの。あ、でも結構山盛りですね。はい、私は山盛りにしてますね。山盛りですね、はい、クッキーが完全に冷めると粉砂糖がつきにくくなるので、温かいうちに早めにまぶしてくださいね。はい、これはいいですね。これをコーヒーとか紅茶、うん、お紅茶とかね、いいでしょ。出来上がりです。出来上がりました。こちら。食後のティータイムにもぴったり、真っ白で可愛らしいホロホロホワイトクッキーの出来上がりです。チョコクリームのロールケーキと一緒にいただきましょう。さあ、はい、できましたね、はい、いいですね、うん、やっぱり締めにはデザート。デザート、じゃあ早速いただきます。優しい味ですよね。優しい味、優しい味&、うん、ちょっと懐かしい昭和の味も、まさにそうですよね。何だろうっていう感じでしょうけど、これ懐かしい、食べたことあるって皆さん思いますよね。この味っていろいろなんか思い出す、うん、思いますよね、記憶が蘇るというかね、はい、そんな優しい味です、はい、うん、でこの、ケーキの生地、うん、しっとりしてますよ。あ、いいですね、これ美味しい、美味しいね、うん、まあ、くるみがいい感じに歯触りを与えてくれるっていうねところですけども、作れちゃうもんなんだね。簡単できますよね。うん、そして、はい、噂のホロホロホワイト、ホロホロですよ。そのホロホロの感じが、うん、どんな風にホロホロかちょっと気になってしょうがない、はい、ホロホロ、うん、ホロホロでしょ。ホロホロだね。あ、味もね、ちょうどいい甘さだな、これ。そうそうなの、うん、これできると、うん、ちょっとね、おしゃれな人って言われる。お土産に持ってっていただいたり、例えば、うん、プレゼントにするときには、ね、瓶に空いた瓶、ジャムの瓶とか私持ってるんですけど、そういうのに詰めてこれね、完璧ですよね、うん、プレゼントに、プレゼントに完璧です、はい、ね、ということで4日間、はい、ね、もう本当にもう全て簡単にできて、うん、もうとにかくおもてなしというテーマの中だったので、はい、ね、皆さんも喜ばれるというそんなメニューをね、喜んでいただけたらね、いいですね。いいですよね、はい、だから間違いなく素敵な年末になるんじゃないですか、はい、皆さん、ね、ぜひ皆さんもトライしていただきたいと、はいはい、ぜひ作っていただいて、はい、楽しい年末過ごしていただけたら嬉しいですね、はい。それではおさらいです。チョコクリームのロールケーキのポイントから。まずは生地作り。卵黄にグラニュー糖を入れて白っぽくなるまで混ぜます。卵白に残りのグラニュー糖を入れて固く泡立ててメレンゲを作ります。メレンゲの角が立つくらいが目安ですよ。混ぜた卵黄にメレンゲの3分の1の量を加えたら、薄力粉をふるってしっかり混ぜます。
残りのメレンゲを加えてさっくり混ぜたら生地の出来上がり。型に流し入れて表面を平らにならします。180度のオーブンで15分から20分焼きます。続いてチョコクリーム作り。温めた生クリームにチョコレートを入れてよく混ぜましょう。チョコレートが冷めたらメレンゲに加えて均一に混ぜます。最後に粗く刻んだくるみを加えればチョコクリームの出来上がり。焼き上がった生地は冷ましてから使います。焼き目を下にしておきましょう。表面にチョコクリームを塗ったら形を整えながら巻いていきます。冷蔵庫で冷やせば出来上がりです。チョコクリームのロールケーキ、クリスマスやパーティーにぜひおすすめの一品です。続いてはホロホロホワイトクッキーのポイントです。常温に戻したバターを練り粉砂糖を加えてよく混ぜます。ホロホロな口当たりにするポイントがここ。コーンスターチ、薄力粉、アーモンドパウダーをふるい入れてさっくりと混ぜます。手でまとめたら生地の出来上がり。一口大の大きさに手のひらで可愛く丸めます。表面が焦げないように160度で15分から20分焼きましょう。粗熱が取れたら冷めないうちに粉砂糖をまぶします。プレゼントにもぴったり、おもてなしスイーツ、ぜひお試しください。4日間お送りした栗原はるみの定番ご飯年末スペシャル。どの料理も簡単手軽で誰にでも作れますよ。今年の年末は心温まるおもてなし料理で楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。栗原はるみの定番ご飯、次回もお楽しみに。趣味の園芸、野菜の時間。畑で野菜を作るなら太陽のベジガーデン。そしてマリアさん。はい、プランターでの栽培はマリアの毎日プランターを見て一緒に野菜作りしましょう。畑とプランター両方あるなんてお得ですね。二度おいしい。テキスト12月号発売中です。忙しい時には手軽に作れるうどんが重宝するわね。温かいうどんに一味プラスして、体にもお財布にも優しい一品を作りましょう。お洗濯物が飛んでっちゃったわ。あ、待って。あかね、ちょうどよかった。今日は風が強いわね。あったかいうどん作るから食べてって。油揚げととろろのうどん。ポイントはすりおろしたとろろを混ぜてふんわりさせることですよ。油揚げはザルに入れて熱湯をかけ、表面の油を落とします。粗熱が取れたらこんな風に7ミリ幅に切りましょう。